はい、どうも皆さん、こんにちは、ゆずっです。それでは今回なんですけども、キャッシュ、クイックペイ決済で100万円相当が当たるチャンス、スマホで本人確認のサービスも開始ということで、今回はキャッシュに関する動画ですね。キャンペーンに関する情報と、ここ最近は、ま、キャッシュで新たなサービスも開始されたみたいなので、まあそれも含めてサクッとお伝えしていこうと思います。それでは 行ってみましょうということで、まずはキャッシュの新しいサービスからですね、お伝えをしていこうと思うんですけども、まあ、それが今出てるこちらのサービスとなっております。まあ、今そのまま出てる通り読むと、AI、カッコ、顔認証等を活用して、デジタル本人確認を実現する、リキッド EKYC を導入するというようなサービスとなっております。まあ、簡単に言うと、まあ、このサービスっていうのは、もう顔認証を使って本人確認ができるサービスですね、いわゆる。まあ、もう出てる通りですね。 で通常ですね、キャッシュの、まあ、本人確認をする場合なんですが、まあ、一応公式ページから引っ張ってきました。まあ、こちらの通りとなっております。この赤で囲ってるように、 キャッシュカードの申し込み時に本人確認書類の提出が必須となります。以下の本人確認書類を必ず2点ご用意の上お申し込みを行ってくださいということで、この2点を準備した上であれば、キャッシュの本人確認ができるということになります。例えば、1点目の場合は、写真付きの本人確認書類をご提出いただく必要がありますということで、まあ、例えばその運転免許証であったりとか、パスポートとか、あとマイナンバーカードですね。これ通知カードではなくて、カードタイプのちゃんと写真が付いているもののタイプですね。 運転経歴証明書であったりとか在留カードとかこういった写真付きのものであればできますでたまにコメントいただく時があるんですけども免許証とか持ってない方はどうすればいいんですかっていう時は ま、未成年の方ではマイナンバーカードのカードタイプのものを持つことができますので、まあ、そういった方でも一応本人確認書類として持つことができます。で、2点目の場合は1点目の書類を除いた以下の書類よりご手でご提出いただく必要がありますということで、まあ、運転免許証マイナンバーカードパスポートとか、あと保険証とかそういったものでも OK ですよということになっております。 これが通常キャッシュの場合の、まあ、本人確認をする方法なんですけども、今回のこのリキッド EKYC を使うことによって、その必要な本人確認書類は1点のみで足りるようになるんですよね。これはすごい大きいですよね。まあ、提出するね、まあ、書類が少ないとなればね、本人確認自体は結構気軽にできるのかなと思いますね。ほんとスマホがあればいいみたいな。スマホと自分の顔みたいなっていうことになると思います。で、しかもこれ公式ページに出てたんですけども、審査完了にかかる時間も最大3時間程度ということでしたので、これも普通に考えて 早いですよねもううその日の日ちに本人確認がオンンライン上ででできちちゃううとということですねちなみになんですが、この本人確認アカウントっていうのにすることによって何が変わるのかっていうことなんですけども、そのキャッシュを使って送金、出金、そして利用上限のアップ、あとはカード発行のまあ短縮もできるということになります。いわゆる結局本人確認が早いので、キャッシュカードのカードタイプのものの発行までも手順が結構ね、早く済むということになります。なのでまあ、キャッシュをもうフル活用 するのであれば結構本人確認っていうのは必須なものになるのかなというふうに思いますね。続きまして次にキャッシュのキャンペーン情報についてですね。もう今出てる通りなんですけども、キャッシュボーナスキャンペーンクイックペイ1000円のご利用で最大100万円相当が当たるキャンペーンとなっております。で、こちらのキャンペーンなんですけども、期間が2020年の11月の25日から12月の8日までのキャンペーンとなってます。結構このキャンペーン短いので、もう早めに参加されるのがいいのかなというふうに思います。 で、このキャンペーンのポイントとなるところなんですが、この青枠のところですね。キャンペーン期間中に、 クイックペイで累計1000円以上の決済をすると抽選で以下の通りキャッシュポイントが付与されますということになってます。なのでとりあえずこの1000円以上というのが条件となりますね。で、3等から見たら1万円相当というのが850人。そして2等の10万円相当というのが5人。そしてなんと1等には1人に100万円相当が当たるということですね。これ普通に考えてもこの1万円相当が850人に当たるというのも結構大きいのかなと思いますんで、ぜひですね、ま、視聴さんの中で で当たってくれればね僕としてもすごいテンションが上がりますねで、先ほどもお伝えしたこの参加方法なんですけどもこれも公式ページから引っ張ってきました期間中にキャッシュビザカードでのクイックペイ決済を累計1000以上するだけで抽選の対象となりますとで、対象となるカードはこの3種類ですね キャッシュカード、キャッシュカードライト、キャッシュカードバーチャル、この3種類となります。なので、これらのカードを持たれている方が全員が対象となります。まあ結構ね、もうすでにキャッシュカード発行されている方多いとは思うんですけども、そういった方もそうですし、従来のキャッシュでも参加することができるということなので、まあ条件としては結構緩いのかなと思いますね。で、残りの細かいところなんですけども、対象期間は先ほどお伝えしたように11月25日から12月の8日火曜日まで。で、特典の付与時期なんですけども、2020年の12 2月の下旬にキャッシュポイントとして付与がされるとでポイントの付与の確認はキャッシュアプリのポイント履歴からご確認くださいでキャッシュポイントは1ポイント1円としてビザ加盟店クイックペップラスの加盟店のお支払いにご利用可能ですということになってますでちゃんと注意事項も載ってますね当選者へのポイント付与をもって抽選結果の発表とさせていただきます決済回数や決済金額にかわらずお一人様につき一つの抽選券となりますということですので何回も何回も決済しても高額なお買い ものしても、とりあえず1人につき1つのまあ、抽選権だけとなります。で、今回のですね。このキャッシュの最大100枚相当が当たるキャンペーンなんですが。 これ公式ページにも出てたんですけども、今現在開催中のクイックペイのキャンペーンと合わせてなんと使うことができるんですよね。まあこれね、以前動画で紹介をしたことがあるので、もう細かくはお伝えしないんですけども、抽選で1万名様になんと5000が当たるキャンペーンとなってます。もちろんこのクイックペイ決済をすることでっていうことになってます。で、一応それぞれ条件をまとめると、先ほどお伝えしたこのキャンペーンについては、累計1000以上、 決済することで、抽選に参加するることとができるとでクイックペイのキャンペーンについては、1回税込み1000円以上決済することで、抽選に参加することができるようになってます。で、プラスアルファなんですけども、利用合計が5回。これをクリアすることによって当選確率が5倍上がるということになってますんで、まあ、5000円以上ですね。 まあ、千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 、決済することで当選確率も5倍に上がるということになってます。ですけども、とりあえず、もうこのキャッシュを使って千以上決済することで、まあ、二つに同時参加することもできるので、 条件も緩いですし、ま、抽選にはなるんですけども、ついでにお買い物するとかであれば、ま、サクッとクイックペイで決済してみるのも結構僕としたらありなのかなと思います。これ当たったらマジで嬉しいですよね。で、ちなみにですね、僕も今回このキャンペーンも合わせて同時に使いたかったので、キャッシュでクイックペイを使って決済をしてきました。ロイヤルホストにま、超久しぶりに行ってきたんで、この2376円分を決済したので、一応これで条件はクリアということになってます。当たったら嬉しいな、本当に。でですね、今回の動画ちょっと サムネイル持ってる感があるんですけどもまあ、キャッシュってほんとじわじわと勢いすごくなってるなと思ってまあ近いうちの日程でまあ、どれぐらいキャッシュがどんなサービスを追加したかっていうのでまあ、日付で簡単にまとめてみましたまずこの9月7日でキャッシュの不正保証制度がスタートしたとこれ以前ね動画で紹介しておりますまあ、ちょっと条件はね色々とまあ意見があったりするんですけどもまあ、これがあるのとないのでは大きいなという風うに思いましたねあとはキャッシュの銀行口座からの入出金に対応したっていうのもありましたねまだ対応して 銀銀銀行行行についてはとととかかか三井住友銀行とかゆうちょとか、まあ、そういったところしかまだ対応して、ないんですけどもも、まあ、入出金にも対応ししたとそしてやっぱりこの11月17日のキャッシュの本人認証サービス 3D セキュアが対応したっていうのはやっぱこれが一番僕としたら大きいかなというふうに思いますねこれがなかったことによってキャッシュを使ってなかったっていう方が結構多かったのでまあ、ここでスタートしたっていうのは本当に大きいのかなと思いますそして先ほど動画で紹介したスマホで本人確認ですねリキ YC ということでまあ、これを活用することによってサクッと本人確認もできるとけどまあ冷静に考えてプリペイドカードなんですけどもキャッシュって本当に当初サービスが始まった頃僕はまだ全然使ってはなかったんですけどもすごい進化し続けてるなという風な印象ではありますまあ、今後どんなサービスが追加されるかっていうのは全然わかんないんですけどもまだまだ今後キャッシュの利便性というのは高くなってくるのかなっていう風にも思いますねで最後にですねこのキャッシュのカードを発行されてない方いらっしゃいましたらもし発行する際はお得な方法もしっかりとありまして こちら僕がね、よく動画で紹介している、どこトクっていうポイントサイトを検索する。 ササイイイトトトとなってますすポイントサイトを利用することとにによっってお得にクレジットカカーードドかこういったカードタイプのもののがが発行すするこことができたりしますこのサイトの中で検索したいキーワードを入れるんですけども、今回はこのキャッシュと入れます。検索していろんな一覧が出てくるんですけども、僕がこの動画を撮影している11月28日時点では EC ナビっていう僕ポイントサイトを使ってるんですけども、そこを経由してキャッシュを発行したら300円相当のポイントをもらうことができます。で、実際にこの EC ナビのサイトに入った時に、ここの検索するバーの 中ででキキャャッッシシュュとという風にに入力しててて検索をかけけますすするることによってキャッシュの一覧が出てくるんですけども上と下に iOS バージョンと Android バージョンが出てくるので上の iOS のところに入っていただくとこんな解説画面が出てきますでその中でまあ今青枠で囲ってるんですけどもアプリダウンロード後新規会員登録が完了するときに3000ポイントがもらうことができますこれは300円相当という風になりますんで まだ実際にアプリとか入れられてない方がいらっしゃいましたら、ぜひですね、ポイントサイト。まあ今であれば EC ナビ結構お得ですんで、使ってみてもいいのかなというふうに思います。ちなみにインストールする際このポイントゲットというところにタップしていただいたら公式ページに切り替わりますんで、その後は画面の指示に従っていただければバッチリです。 まあそんなこんなで今回はキャッシュの新しくなるリキッド EKYC という本人確認をするサービスと、あとはちょっとしたキャンペーンについてお伝えをさせていただきました。結構この数ヶ月間の間に、どっといろんなサービスが増えたりとか保証であったりとか、 あと、キャンペーンもそうなんですけども、そして CM ですね。最近 YouTube を見るたびにたまにキャッシュの CM が流れたりするんであ、結構本当に勢いがすごくなってくる、来てるんだなっていうふうにもつくづく思ってるとこではあります。まあ今後もね、どんな風に使っていくかっていうのはまだまだ結構僕も模索中ではあるんですけども、本格的に使っていくのは来年ぐらいかなと思いますんで、またそれを改めてね、その時も動画にしようかなというふうにも思っております。で、今回お伝えしたね、キャンペーンのリンク、 そして、ポイントサイトの ECNR の登録がまだの方いらっしゃいましたら、一応下の概要欄にこちらもリンク貼っておりますので、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。